動画では Excel での枠線表の作成について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。Excel で枠線表を作りたいといった場合に、使用するコマンドは一つです。そちらはこちらになります。こちらの K 線というコマンドを使って表枠線を作成していきます。でまずどういったアクションを取るのかといいますと、具体的に、枠線、もしくは線を描きたいと思う範囲を指定して、そこでコマンドを、使用するというイメージです。でまず例えばこちらであれば、このセルからこの部分のセルまで描きたいといった場合に、こういった形でこの範囲をドラッグします。でその後にこの K 線というコマンドを使用します。でこの範囲の外側に枠をつけたい、枠のような線を描きたいといった場合はこちらの外枠で、中の方にももうすべて線を描きたいといった形であれば、この格子というコマンドを使用します。外枠を使用するとこういった形で外側に枠みたいなものが形成されて書かれます。で格子を使うとこの中の方にも線が書かれまして、より細かい表のような、イラストになりますね。で、ちなみになんですけれども、下の方の太い外枠ということをクリックすれば、外側だけが太くなりまして、より表っぽくなります。はい、こういった形で表枠線を作成することができます。でこちらのコマンドですけれども、こちらのアクションですねは、格子、外枠、太い外枠と、そういったコマンド以外にもこちらですね、K 線の作成という欄があると思うんですけども、そちらでも作成することができます。実際にこの K 線の作成をクリックすると、このマウスが、ペンですね、ペンのマークになりました。これどういうことを意味しているのかといいますと、実際に例えばこの部分で左クリックを押すと、こういった形で線を描くことができます。で実際にクリックしながらマウスを動かすと、こういった形で範囲を指定して、線を描くことができます。でクリックしている手を離すと、これはもう描かれます。でこういった形で範囲をそれぞれ描くということも可能です。こういった形で描いていっても良いです。でここで万が一、間違ってしまったという線を書いてしまった場合も、その線を消すことができます。そのコマンドが K 線の作成の欄の K 線の排除というコマンドをクリックしますと、今度は消しゴムのマークになります。でこの消しゴムの、部分を、消したい線の部分に持っていってクリックをすると消えます。どんどん消えます。でこの範囲も指定することができます。クリックしながらマウスを動かすと、そういった形で表を作成していきます。こういった形で、表もしくは枠線、外枠ですね、枠線を作成します。この動画は以上になります。ありがとうございました。